はい、皆さんこんにちは。本日10月23日、北海道で学習会を開催しております。まずは坂戸先生、一言お願いします。はい、皆さんこんにちは。今日814回ですね、はい、札幌に来てます。昨日仙台で今日札幌入ってきて、ですね、まあ、味噌ラーメン食べて帰ろうかなと思ってますが、今日、はい、北海道の金巻さんですね、美容師さんの方で自分で美容室やっていて、はい、まあ、動けないぐらいね、お店やめようかぐらいな感じだったのが、今こうやって元気でやられてるので、うん、その時のこととか、今どういう感じなのかっていうのを一言皆さんにお伝えいただければと思います。はい、お願いします。金巻です。あのですね、1年以上前に足がしびれて立ってて仕事が非常に困難で、美容師なもんですからシャンプーですとかロットを巻く時ですとか、すごいもう冷や汗をかきながらやってた時期があって、こんなんじゃもうやめなくちゃいけないかなと思っていろいろ美容院行ってみたんですけど、どこもなんともないということで、もう必死な思いでちょっとネットとかでいろいろ見て、あの先生のことを知り、なんとかなるかなっていう思いでちょっと入会していろいろやっていただいて、今は辛いのは普通の生活をしていると全くこれで OK だと思います。でもちょっとすごい忙しくなるとちょっと辛い時があるので、まだ続けてますけど、本当に良かったです。感謝してます、先生。ありがとうございます。本当にありがとうございます。じゃあ残りの痛みもね、これで消して、はいはいはい、やっていきましょう。はい、はい、それではまた皆さんね、体痛くて困っている方いましたら、ぜひ連絡いただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。